イシュタイナー・クロッツ要塞を視察するドルマン・フリードリヒ・ドルマンはドイツの軍人。最終階級はドイツ国防軍上級大将。第二次世界大戦ではドイツ第7軍を指揮した。ビュルツブルグに生まれる。1899年にドイツ陸軍に入営し、第一次世界大戦では砲兵大隊を指揮した。この大戦で第二級を呼び、 1> 第1級鉄十字章、剣府バイエルン軍事勲章、第2級バイエルン功労十字章を受章。戦後も軍に残り、様々な砲兵部隊の指揮官を経て、1932年に、少将に昇進。翌1933年に中将に昇進し、1935年に、軍団司令官に任命された。1936年に、砲兵大将に昇進。 第二次世界大戦勃発直後の1939年10月に第7軍司令官に任命され、翌年のフランス侵攻作戦に参加。第7軍は、ストラスブールを落として北方から進撃してきたハインツグデイリアン率いる総攻集団と会し、マジの戦にこもるフランス軍を包囲した。この選考により6月24日に、騎士鉄十字章を受章。 7月19日には、多くの召喚と共に昇進して、上級大将となった。その後4年間、第7軍と共に、フランス北部に駐屯し、ルマンに司令部を置いた。第7軍は、ノルマンディとブルターニュへの連合軍の上陸を阻止する、役目を負っていた。1944年6月に連合軍が、ノルマンディに上陸した当時、ドルマン配下の部隊は、 未充足あるいは訓練不十分なものが多く、連合軍の大軍に対抗できなかった。6月6日の上陸作戦開始当日、ドルマン自身は、レムでの兵器演習に参加して不在であり、素早い対応ができなかった。ノルマンディアシェルブールをめぐって3週間にわたって、激戦を繰り返した。アドルフ・ヒトラーは、シェルブールを要塞と宣言して、 最後の一人に至るまでの死守を命じたが、ドルマンはこの命令を無意味と感じ、シェルブールを守る部隊を第七軍に合流させた。6月26日にアメリカ軍がシェルブールを攻略した後、ヒトラーはドルマンらの責任を叫んで軍法会議にかけると脅かした。ドルマンは6月28日午前3時に電報でヒトラーに釈明した後、 参謀長のマックス・ヨーゼフ・ペムゼル中将に別れを告げて司令部で服毒自殺した。ただし自殺したとの証言はペムゼル一人によるもので公式記録ではドルマンは心臓発作で急死したとされている。ドルマンの不法に接したヒトラーは評価を改め7月2日の埋葬の際に白洋付き私十字章を授与した。壊滅に瀕していた第七軍の指揮は 武装神栄隊のパウルハウサーに引き継がれた。ありがとうございます。